るで地雷だ。悟空の狙いはそれじゃ。あの連続瞬間移動は被弾を武部隊に仕込むためのものだったんじゃ。この爆発で少しでもジレンを揺さぶることができれば攻撃の隙が生まれる。悟空はその一瞬にかけたんだ。上だカカロット。あんなところに。爆発の瞬間に飛び乗りていたのか。禁断。剣山六枚刃だ。この程度で負けるはずがない。隙は作れてもあれではジレンは倒せん。